欄でもですね、販売させていただけたらなと思うので、興味ある方はぜひ声かけてください。はい、お願いします。で、その後7月の、25日に、渋谷のデセオでやります。ガールズスーパーアイドルスーパーがスーパーアイドルフェスティバル、うん、なんだっけ、うん、スーパーそうフェスティバルやります。はい、そこに出させていただきます。7月はね、とりあえず決まってるのはそんな、そのだけなので、はい、もし興味ある方はですね、ツイッターリレディで検索してみてください、うん、物販の方でもチラシ配りたいと思うので、はい、もらいに来てください。お願いします。ということで、次は最後の曲です。わーい、はいはいはい、おたまさんでしかできないこれ。ね、ええー、ね, ね。渋谷とかね、なんかあんまそういうのないからね。うん、確かに。で、次の曲がですね、私たちのオリジナルソングでございまして、前、おたまさんで前回歌わせていただいたときに、はい、退場、私たちがね、ありがとうございましたーって帰るときに、うん、すげえ料理しづれ歌だなーって、そこでね、ボソって言ったの、うち聞いてたからね。だよね、だよねって思いながら。いや、まあ、それはしょうがない。料理は、大丈夫。うん、できる方はね、腕がすごい人はちょっとやっていただいてるんですけど、多分難しい。本当にね、K-POP を意識して作った曲なので、ね、ちょっと料理できるかチャレンジしてみてください。心の中でもいいんで。はい、うん、そういう感じで聴けるの多分おたもだけだと思うんで。ぜひですね、どんな曲だって思いながら聴いてください。大丈夫？はい。はい、行きましょう。では、聴いてください。ライ。La la 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 la, 今度会おう。
待ってます。あ、料理してくれてありがとうございます。